どこなの？バラティが犬山です。おー、行ったことない。いい、行ったことない。めっちゃ楽しそう。いい、ちょっとおかげ横丁のスケジュールが取れなくて、はい、なるほど。店の予定が今回ちょっと変更しまして、でも雰囲気は似てる、うん、限りなく近い。じゃあ行きましょう。じゃあ行きます。はい、ということで始まりましたが、なんか食べてまーす。何食べてんの？プレッツェル。おいしい。見てこのマットの間からね、やめて。ちょっとそれはほら、あ、そうかね、かわいい、かわいい、かわいい。これ持ってて可愛いってことですか？可愛いです。もうみんな服も冬仕様ですね。確かに、ニットとかね、冬仕様とか言いながら足出してっけどね。確かに注目。でも、はい、あの、私たちの特徴として4人とも服が絶対被らないっていうのがあるよね、うん、確かに、そうだね。色も違う。ちせピンク、お腹すいた、はい、絶対被ないと思っても、まあ、ピンク着てきました。すごい、だってこの人さ、歩くって言ってんのにニーハイブーツでちょっとヒールあるから、ね、先生、え、これね、歩きやすいよ。でも歩きやすいね、私もわかる、これね、歩きやすいニーハイブーツの方にしました。あれ、犬山城とか行ったことない？ない。私はね、多分あります。私もあります。お、着物を着てきました。ああ、なんかレンタルとかできる。ああ、でもね、2回目だから。あ、そうなんだ。私も2回目。でももうなんかいろいろ新しくできてるらしいね。お団子とか食べれる、うん、そうそうそう、食べれる食べれる、食べ歩きの街だからね。でも楽しみだね。こんななんか差し支えない話ですめっちゃいいじゃん。に食べないように してると本当に翌日がさ、うん、お腹すきすぎて吐きそうになるんだけど。私は昨日牛肉食べましたよ。すいません。あ、知ってる、言ってたね。大丈夫、香りしないよ。何食べたの？ちょっと前髪切った。前髪切った、全体的に切った。ちょっとなんかすごい髪少なくない？ね、今日巻いてないのよ。あ、なんか今日はなんかちょっとそういう気分じゃない。なるほどね。なんかあのインハイブーツに髪ぐるんぐるんに巻いたらギャルみたいになりそうな。引き算、引き算。いや、言うな。巻かなくてもギャルって言いました。私ギャルじゃないよ。いや、なんだろう、なんか知性って、ギャル、なんていうの、ギャルっていうのはさ、なんだろう、別に焼けてて、化粧が濃いギャルとかそういうんじゃなくて、わ、うん、かります。わかるわかるわかる。あの、バラちゃんはギャルじゃない。ああ、うん、私もギャル。パリピってバラだ。あ、そうそうそう。なんか、でも、でもパリピはさ、見た目じゃわかんないで、一瞬。わかる、わかる。あ、わかる。え、わかりますよね。わかるわかる。パリピかパリピちゃん。あ、じゃあ簡単に言って華やかってことですね。そう、華やか。知性ちゃん。イエーイ。でもこういうパリピじゃない方からするとすごい羨ましいね。まあ確かにね。うん。なんだろうな、知性のジャンルでなんて言えばいいんだろうな。私でもビビだよ。なんかビビだね。ビビだ。ビビだ。ビビでも下じゃね、年。ちょっと長めのワンピースとか大好きなんですけど、結果スカート短い。行きました。そう、届かないな。クリスマスの予定は。ないオンエアだ、オンエアだ、この人たち。24が火曜日、ね、25が水曜日、ポンちゃん、うん、で、その後、アフターパーティーいや、私、なんか東京なんですよ、24、25、うん、で、彼氏いない、どうしよう、なんかみんな何してんの、彼氏いない時とかって。ZIP のクリスマスパーティーは、いや、それ当日にやんないでしょ。当日にはやらないよね。23とかに、25、その前週の木曜日とかでしょ、17とかなんかそんなにね。やだ、だから知性オンエアやっぱり家族で、だから犬にサンタとか着せて、あ、かわいい、桜過ごそうかなと。いや、私むしろ彼氏とクリスマスとか過ごしたことないタイプなんだけど、なんか全然そう、なんかイベントごとの時いない。ああ、いつもね、その時ね、誕生日とか、うん、本当に誕生日も、うん、全然、私の本当の理想は、うん、もうパッカンみたいな、うん、花束ドッサンみたいな、うん、そうだよね。なんだったら、なんだったらあれでしょう、こうドッサンホテルに連れてかれて、そうそうそう、で、え、なになに、今日撮ってたのって言って開いたら、バラの花が通路とか欲しいよだよね。あ、ヘンゼルとグレーテルみたいなのさ置いてあって、本当多分、超王道な、うん、あの感じが好きなんだけど、うん、そうだよね。そうなんだ。そういうのはやっぱ家族できてからちゃんとやりたくないですか？家族できたらしっかりイベントやりたい、やりたい、ね、うん、でも家族みんなイベントやるんじゃない？やるクリスマスはでも、あ、昔はやったけど、我が家はもうクリスマス盛大ですから、うん、盛大に、うん、なんかわかんないけど、鳥の丸焼きとか、そう、チキンとかやっちゃってさ、焼いちゃうね。
確かに、だからだ、ね、パパは機嫌がいいよ。あ、確かに家族がみんな集合するし、そうで、私彼氏いないし、やばいやばいって言って全然映らなかった。っ難しいんだけどこれ。そう、姫がどうしてそのポーズになるの？こっちこっち。あやちゃんって何だろう。顔めっちゃ綺麗。だんだん正統派だ。